とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、最近ほんとね、もうこればっかりやってる。このビルドばっかり。羽、エレメントのカバン2つに、輝くローブに、稲妻フォーカスと火炎フォーカス。で、弓にバーストボーストリングとクールダウンショット。だね。で、剣の方に流れ込む魂。これをつけてます。もう最高やね。まあ、まだまだ改良の余地はあるんだけども、今現状で、これかなり満足してます。ということで今日はデイリーミッション、サンゴの丘行ってみましょう。この報酬のね、アーティファクト。これがね、欲しいのよ。うん。このアーティファクト、結構いいのが出るのよね。パワー254とか、255とかも出たことあるね。うん、高パワーのやつが欲しいので、とりあえずここ、行きましょう。では、行きましょう。多分ね、少し前に、おっとっと、マルチプレイやった時に、この装備の人いたんだよな。なんか、やたら雷出るなって思ってたんだよね。あー、落ちちゃった落ちちゃったこれあるあるだよね。これ。この装備、このビルドにして、穴に落ちちゃうっていうのは、もうよくあるあるあるです。なんか出ないかなぁ。いやいやいや、やばいやばい、また落ちちゃった。また落ちちゃった。はい、できるだけ落ちないように行こうね。よしよしよし。で、これ、リフレッシュもついてるから、いいんだよね。リフレッシュまでついてるから。これ、武器のやつも、もうちょっと、補助的なやつをいっぱい、そこも穴か。入れていった方が、いいよね。この武器は、もともと、それ用に作ってないんだよな。うん、まさかこういうことができるようになるとは思わなくて、普通に戦う用として作ってたので、まあ武器はまだちょっと改良が必要かな。でもこの弓はね、うん、コメントでもちょっと褒めてもらってありがたいんだけど、これはかなり、俺はね、大好きな弓だね。ほんとよく出てきてくれた。理想的なスキルが。ここまでたくさんついててくれると嬉しい。うん、よいしょ。あ、まあまだね、最強ってまでではないかもしれないけども、でもそれでも十分な性能だよ。やばいぐらいに。あとボールのね、ポーションバリアもちょっと欲しいかな。うん、いやでもね、欲しいものを言っていけばキリがないんだよな。でもそのね、霧のなさで、もう最強のやつを見つけた時の嬉しさっていうのはないよね。この夜の棒なんかはもうほんとまさしくそれだったもん。こんなね、理想的なやつが、まさか出てきてくれるなんて。これはね、お店でゲットしました。古代狩り行った後のお店でちょこっと置いてあったもん。嘘だろ、目を疑ったよ。目を疑った。よし、では行こうか。ああ、やばい、そうか。息ができてない。息ができてない。そこ全然忘れてた。危ない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 。ちょっと待て。お前ら待て。お前らやめろ。海ではね、ちょっとこの、ロールが、使いにくいね。まあ、弓が使いにくいっていうだけなんだけどね。弓が使いにくいから、うまいこと、クールダウンが効いてきてないのかな。よっしゃ。ああ、遅い遅い。よっしゃ。で、前に比べてなんかね、あれがよく出る気がする。雷が。昔に比べて。昔もうちょっとなんかね、雷、出る確率渋かった気がするんだけど。オッケー、これでだいぶ
く動きやすくなったな。まだまだか。あー、いたいた、食らえ。うわっ、やりにくい。あ、そうだ、コンジットダメだ。なんか動きが変になったなと思ったら、あれ装備してた時あれだね、バーストボーストリングが発動しないんだわな。それじゃダメだ。バーストボーストリングがあってからこそのやつなんでね。はい、船まで到着。あ、この地図見るとあれだね、この奥の方にさ、あー今回行けないか。なんかローリングしたらさ、下に落ちれる場所あるよね。なんかピラミッドみたいなやつとかさ、なんか下に落ちたらそこ歩ける場所っていうのがあるんだけど、あれってなんもないよね多分。結構探し回っては一回見たんだけどなかったんだよね。もしかしたらなんかあったらね、面白いかもなーと思ったけど、やっぱあれないよね多分。おいおい、なんか出ないな、やばいわー。やばかった。3体かい。おお、あ、味方回復がついてんのね。おー、暗い。あー嘘、あと2体、やばい、回復してる回復する。ちょっと待って、回復させんな。よっしゃ、あぶねえ、ちょっとギリギリだったな。今回いけないよね。ああ、いけない。このね、下になんかね、いけるとこがたまにあるんだけど、今回はいけませんでした。いやいや、味方回復がついてたらあれきついって。あれはきつい。よし、まあ、サクッと倒して報酬のいいアーティファクトもらっちゃいましょう。じゃあ、おっと、やりやがるな。倒しとけ。終わったね。はーい、もう難なくでもないけどね、ちょっと辛かったけどクリアでーす。さあ、何でしょうか。持ってないやつ頼む。持ってないやつ、あー、まあ持ってないけども、これはパワーと関係ないんだよね。残念です。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。